過酷すぎた。INZMMV 撮影の裏側を台湾人スタッフが激白。台湾メディアハッシュタグナンバーアンダーラインアイハッシュタグ INZMMV スタッフ代表流さんに取材、日本はバイクとドローン撮影の許可厳しいなので、台湾をロケ地にした。台湾メディアハッシュタグナンバーアンダーラインアイハッシュタグ INZMMV スタッフ代表流さんに取材、日本はバイクとドローン撮影の許可厳しいなので、台湾をロケ地にした。 タスポット移動がほぼ映画レベル、過酷なスケジュールで3人もスタッフと同じ4日間毎日1時間しか寝れなかった赤面素敵な MV ありがとうスパーク。台湾メディアハッシュタグナンバーアンダーラインアイハッシュタグ INZMMV 制作について、台湾の裏方に取材。バイクのシーンはリダブルの方に任せたようで、実際3人は乗ってなかった。近年、日本の音楽業界において、台湾でミュージックビデオ、 mv を撮影するアーティストが増えてきましたこの現象は一過性のブームではなく、両国のエンターテインメント業界の新たな関係性を示しており、単なる経済的な理由だけでなく、文化的な要素や制作上のメリットが関係しています。この記事では、日本のアーティストがなぜ台湾をロケ地として選ぶのか、そしてその背景にあるさまざまな要因について掘り下げていきます。まず、 台湾はその多様な景観と文化的な背景が魅力です。台湾の都市はモダンでありながらもどこか懐かしさを感じさせ、路地裏や古い建物、そして美しい自然景観が、まるで映画のワンシーンのような特別な雰囲気を醸し出しています。このような独特の風景は、日本国内では見られない異国情緒を演出するのに適しており、見る者の,の目を惹きつけます。例えば、台湾のヤジや古い寺院、 台北の賑やかな街並みは、日本のファンにとってもエキゾチックでありながらもどこか親しみを感じる場所として映るでしょう。また、台湾での撮影が人気を集める理由の一つに、撮影許可の取得やロケーションの柔軟性が挙げられます。日本では、特に都市部での撮影はさまざまな制約があり、例えばドローンの使用やバイクの走行シーンの撮影に対しても厳しい規制があります。しかし、 台湾ではその点が比較的緩やかであり、クリエイティブな撮影が可能です。ナンバーアンダーラインアイの INZM の MV 撮影においても、台湾の広範なロケ地を活用し、トンネルや草原、レストランなど多様なシーンを4日間という短期間で撮り終えることができました。このような大規模な撮影は、法律や規制の厳しい日本国内では実現が難しいものであり、 台湾ならではのフレキシビリティが功を奏した結果と言えるでしょう。さらに、台湾での撮影は制作費用の面でもメリットがあります。日本国内での大規模なロケ撮影は、多くのコストがかかり、特に都会では予算の範囲を超えることもしばしばです。しかし、台湾では物価が日本よりも低いため、同じ予算でもより多くの撮影日数や高品質な設備を確保することができます。これにより、 制作チームはよりクリエイティブな表現を追求しやすくなり、結果として高品質な作品が生まれやすくなります。台湾での撮影のもう一つの魅力は、現地スタッフの協力体制にあります。台湾の制作スタッフは日本語や英語に堪能であり、また日本のエンターテインメント業界にも詳しいため、異国での撮影にもかかわらず円滑なコミュニケーションが取れることが多いのです。例えば、 協力プロデューサーとして名高い流力遺産は、日本の制作チームと台湾の現地スタッフの間での調整役を務め、数々の成功を収めてきました。彼は以前、インディゴラエンドの観覧の MV 撮影で、桃園で綺麗で清潔な廃墟を見つけ出し、理想的なロケーションを提供しました。しかし、その場所は過去に心霊現象が報告されていたため、心理的な挑戦もあったといいます。 こうした苦労を乗り越えながらも、日本のアーティストが求めるイメージを実現するために現地スタッフが尽力していることは、台湾での撮影が成功する一因となっています。また、日本のアーティストにとっても台湾での撮影は特別な経験です。例えば、ナンバーアンダーラインアイのメンバーである平野翔、神宮寺雄太、岩雄太は、4日間という過酷なスケジュールの中で、 スタッフと同じく毎日1から2時間しか眠ることができない状態で撮影を行いました。彼らはその困難を共に乗り越えたことで、撮影チームとの絆が深まり、作品に対する思い入れも強くなったといいます。これにより、ただの仕事としての撮影ではなく、共に作品を作り上げるという達成感を共有できたのです。このような経験は、彼らの音楽活動にも良い影響を与え、 ファンとののながりりをより強固なものにしています。一方で、台湾での撮影には困難も伴います。例えば、天候の問題や予期せぬハプニングはしばしば発生します。最近では、バンド、ラブが新曲、吉時公の MV を台湾で撮影しましたが、撮影前日まで必要なシーンが確定せず、当日には大雨に見舞われました。そのため、予定していたシーンを一部削除し、 撮影範囲を縮小するなど、臨機応変な対応を余儀なくされました。しかし、こうした困難を乗り越える中で生まれた作品は、むしろその即興的な要素がプラスに働き、見る者に感動を与えるものとなりました。流力遺産も、どんな状況でも諦めずにベストを尽くすことが大切だと語っており、その言葉が現場でのプロフェッショナリズムを物語っています。このように、 台湾での MV 撮影は多くの挑戦を伴いながらも、日本のアーティストに新しい表現の場を提供しています。実際、台湾での撮影を通じて、日本のアーティストが国境を越えた成功を収めるケースも増えています。オフィシャルヒゲ男ディズムが台湾で撮影した、プリテンダーの MV は、日本のみならずアジア全域で大ヒットし、彼らの人気を不動のものとしました。台湾での撮影を経て、 彼らはその後の活動でも国際的な視野を広げ、音楽の枠を超えた新しいファン層を獲得することに成功しました。この成功例は、他のアーティストにも大きな影響を与え、台湾をはじめとするアジアでの活動を視野に入れるアーティストが増えています。さらに、台湾での撮影は、アーティスト自身の成長にも寄与しています。例えば、ラブのボーカルであるヒーンは、 台湾での撮影中に自身の音楽活動に対する不安を劉力遺産に打ち明けました。彼は20代前半という若さながら、これからの音楽の道に迷いを感じていたのです。しかし、劉力遺産は彼に、日本だけでなく、台湾でも活躍の場がある。国境を越えた活動がこれからのアーティストには必要だと励ましました。この言葉は彼にとって大きな支えとなり、 今後のの音楽活動に対すするる視野を広げるきっっかけとなったのですこうした経験は、若いアーティストにとって貴重なものであり、台湾での撮影は単なる作品作りを超えた、人生における大きな学びとなっているのです。このように、台湾での MV 撮影は日本のアーティストにとって新たな挑戦であり、同時に成長の機会でもあります。台湾の美しい景観やフレキシブルな撮影環境、現地スタッフのサポート、 そしてて異文化ででののの経験は、作品のクオリテティィを高めるだけなななく、アーティスト自身の内面的な成長にもつながっています。日本国内のファンもこうした異国での経験を通じてアーティストの新たな一面を知ることができより深い共感を抱くようになるのです。台湾と日本両国のエンターテインメント業界はこれからも互いに協力し合い共に成長していくことでしょう。 異なる文化や背景を持つ両国が手を取り合い、新しい作品を生み出すことで、アジア全体の音楽シーンをさらに盛り上げていくことが期待されます。これからも日本のアーティストたちが台湾でどのような挑戦をし、どんな新しい作品を生み出していくのか、ファンとして楽しみにしていきたいと思います。ワンさん、台湾の皆さん、こちらこそありがとうございました。おかげで、 とっても面白くて素敵な MV を楽しむことができました。ワンさん情報をありがとうございます。アクサンシルコンフレックス、アクサンシルコンフレックスの。台湾台湾の旗のスタッフさんを含めて素敵な、面白く迫力がある MV ができたんですね。この場を借りて INZM に関わった皆さんに、ありがとうございました。アクサンシルコンフレックス、アクサンシルコンフレックスの。台湾台湾の旗大好きです、複数ハート。 教えていただありがとうございました。素敵なスタッフと本人たちの努力であんな素晴らしい MV ができたのですね、重感ンフ